はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様いつもご視聴本当にありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、本も資料も買う必要なし、日蓮召集系、日蓮召集創価学会検証会昇進会の驚愕のどこを論破すればいいのかポイント10選と、こういう検証をしてまいりたいと思います。でこの驚愕のどこを論破すればいいのか、この 10個のポイントを身につけることによりましてですね、2つのメリットがあります。はい、1つは日蓮召集系の驚愕の洗脳から脱出することができると、つまりですね、この日蓮召集創価学会検証会昇進会というこの日蓮召集系はですね、この驚愕で洗脳してるんですよ。例えば階段の大本像が善悪だと、これを信じしないと地獄に落ちるとかですね、そういったことで洗脳してますんで、この洗脳から脱出することができると。はい、そして2番目はですね、こういう驚愕を論破するポイントを覚えることによって、日蓮召集系からの勧誘を撃退できると、こういう大きなメリットがあります。はい、そこでですね、今回の動画の検証をですね、最後までご覧いただくことによりまして、この日蓮召集系の驚愕、どこを論破すればいいのかポイント10選が身につきます。そしてそれが本も資料も全く買う必要がなく身につくことができるということで、最後までご覧いただきたいと思います。ただしですね、これはまあ驚愕上のことでありますんで、まあ俺はちょっと驚愕は苦手だと、まあこんなことをやるのはちょっと気が進まないという方はですね、そういう方はですね、ここでちょっとご視聴を終了された方がいいと思います。あくまでもこの驚愕上のどこを論破すればいいのかという、そういう検証でございますんで、まあ驚愕の検証ということで進めてまいりたいと思います。はい、そしてそのポイント10選、ここに書いてあります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個のポイントがございます。はい、でまず最初はですね、階段の大本尊が偽作であるということですね。はい、これが第1のポイントです。でこれは2つ内容がありまして、階段の大本尊は日蓮の造流ではないというところですね。はい、そして2番目が、じゃあ誰が偽作したんだということで、これは大石九世日中が偽作したものであるということは、これが大きなポイントでございます。そうしたらですね、じゃあ創価学会はどうなんだと。創価学会はね、階段の大本尊はもう呪事の対象としないと言ってるじゃないかということなんですが、確かにね、教義事項の変更でそういうふうに言っておりますが、ただね、今創価学会の中心本尊は創価学会常住本尊、高専力大聖堂に祀られている本尊ですが、この本尊はもともとですね、階段の大本尊を所持した本尊でありましてですね、もう階段の大本尊と無関係じゃないんですよ。あるいは今創価学会が一般の会員に隠しているこの日蓮本尊、これはですね、階段の大本尊を所持した本尊であります。なので階段の大本尊を呪事の対象としないというふうに言っているんですけれども、実質的にですね、これ間接的に呪事しているという言い方ができるんですよ。これ、創価学会常住本尊、それからこの日蓮本尊の一番のもとはやっぱり階段の大本尊なんですよ。そしてまあ、しかも創価学会今、今日に至るまで階段の大本尊もその日蓮の真筆の一つだというふうに言ってるんですよ。偽作とは言ってないんですよね。はい、だからやはりこの階段の大本尊が偽作であるということを驚愕上の論破のポイントである、これは創価学会も例外ではありません。はいはい、ここが大きなポイントでございます。2番目がですね、日蓮本仏には偽作であるというポイントですね。はい、これの内容が2つありまして、1つは日蓮本仏にというのは日蓮日光の教義ではないというポイントです。そして2番目が、これ日蓮本仏には大石寺九世二重の偽作であると、まあこの2つの柱があるわけでございます。
日蓮本仏偈、これもですね、日蓮宗主総合学会、日蓮宗主総進会の共通したこの興味でありまして、ここを論破するというのが大きなポイントの一つで、ございます。はい。そして3番目がですね、唯一一人の欠落僧正が偽作であるということであります。はい。これはですね、これ、論点が3つの大きな柱があります。一つは、この唯一一人の欠落僧正というのはですね、日蓮二光の教義では何でもないというわけですね。はい。二番目がですね、この唯一一人の欠落僧正を作っている二科の僧正、日光と浄浄寺、本尊四科僧正、本尊三度僧殿、といった、こういった僧殿所と称する文献が、皆これ、大石寺旧世日蓮の偽作であるということであります。唯一一人欠落僧正というのはですね、この大石寺旧世日蓮の偽作であるというのが二番目の柱です。三番目はですね、この唯一一人の欠落僧正、つまりずっと今日至るまで届いていないというのが、まあ、この大石寺の言ってることなんですが、実は歴史的に断絶があるということであります。はい。そうすると、じゃあ確かに日蓮宗主は唯一一人欠落僧正というのを言ってるけれども、じゃあ創価学会、検証会、昇進会はですね、まあ、例えば日達法師から日建法師の欠落僧正はなかったとかって言ってるじゃないかということになるんですが、しかし、これね、創価学会も検証会も昇進会もですね、日蓮からこの66世日達法師までの欠落僧正は認めてるんですよ。まあ、日達から日建への僧正がなかったと言ってるわけで、日達までは認めてる。これ、創価学会もそうなんです。日達までの僧正は認めてるんですよ。はい。だから、この唯一一人欠落僧正というのもですね、この日蓮宗主系を論破する教学上の大きなポイントということになります。はい。これが第3のポイントですね。はい。第4のポイントはですね、退席自慢。あるいは創価学会版の御所伝集ですね。ここに偽書が多数収録されているということです。はい。で、この偽書のポイントはですね、まず、まあ、大きく2つあるんですよ。はい。二科の僧正、日光と浄浄寺、本菊殿、本土地下僧正、三大高僧、宇部僧正寺、百六箇所本人妙僧、創刊門僧といったですね。日蓮本仏。欠落僧正、そして海南の大本尊を正当化するために作られた偽書が一つあります。で、二番目はですね、この日蓮が信者になった後に無間地獄に落ちるというふうに説いている偽書ですね。はい。これね、日蓮が信者になった後に、その無間地獄に落ちるって説かれている言い分があるんですけど、これはことごとく偽書でありましてですね、これは法案庁の文と矛盾するということで、これ大きな柱が2つあるわけですね。大石寺版、創価学会版の御所伝書に偽書が多数収録されている。ここが、その、教学上の論破するポイントの第4番目でございます。はい。続いて第5番目がですね、大石寺の歴代法師が偽作した贋作、偽造したものですね。はい。まあ、これね、海南の大本尊、自霊本仏に、唯一一人欠落僧正といった偽書というのは、まあ、この4番目まであるんですが、それ以外にもあるんですよ。はい。それが最初物、自創日蓮の真骨、自創日蓮の死骨、歯ですね。それから大石寺宗歌、牛から権行といったものがあります。こういったものが、ことごとく贋作であるということが、第5番目のポイントでございます。はい。続いて、6番目のポイントがですね、この度胸とか作服とか教学とか、高専論文の請願とかっていうことを、まず、盛んにこの日蓮宗主創価学会、検証会あたりが言ってるんですけども、こういったものはですね、そもそも僧侶の修行であってですね、在家信者の信仰ではないというのがですね、第6番目のポイントでございます。はい。そして第7番目。まあですね、仏典、まあお経ですね。はい。仏典、それから日蓮の遺文に説かれている、高専ルフと、それから日蓮宗主創価学会、検証会が言っている高専ルフっていうのは、名前は同じなんだけども、内容が全くの別物であるというところが、これ第7番目のポイントでございます。はい。続いて第8番目。大石寺の道、教義、権威は、多数派のパクリであるってことなんですよ。
多宗派をですね、邪宗とか邪教だとかなんとかってもうボロクソに批判してるんですけれども、実は多宗派のもののパクリなんですよ。はい、この代表的なところがですね、客で徳子門本堂、それから板本堂、これは曹洞宗の板本堂のパクリですね。それから六つ坊、それから小本堂、それからこの日蓮本仏義の日蓮本仏一神教っていうのは、まさにこのキリスト教ネストリウスからのパクリであるということで、これ大義の道教に、権威は多宗派のパクリであるというのが大きなこの教学上の論破のポイントでございます。はい、続いて第9番目なんですが、日蓮宗師の創価学会、検証会、あるいは精進会の、まあ、いわゆる、俗に言われている紛争と言われているものはですね、これは実は、その、八百長であり、やらせであるということであります。で、まあ、紛争っていうのちょこっとはあったんですけども、そんなのとっくの昔に和解していてですね、信者同士になんか喧嘩させているというのが第9番目のポイントでございます。はい。第10番目のポイントがですね、大石寺の歴史というのはですね、もう全く嘘だらけであるということです。もう歴史の改ざんをやってるんですよ。はい。まあ、これはですね、もう改ざんの大本部とか、日蓮本部次、唯一一年の結末創造といったような偽作であるということ、あるいは偽装を作っているだけにとどまりません。先ほど申しました、信者に布教を押し付けたりですね、あるいは信者に、布教を押し付けといて、もうその信者をことごとく犠牲にしてきている。もう信者犠牲の体質というのがあって、まさに大石寺の歴史は嘘だらけであるというのが、この10番目のポイントになります。したがって、この日蓮宗宗系の教学のどこを論破すればいいのか、ポイント10点。この10個のポイントでございます。はい。そうしたらですね、これかなり驚愕的に、いろいろ勉強しなきゃいけないじゃないかと。それなんで本も資料も買う必要がないんだということになるわけですけどもな。はい。これが、じゃあどこに載っているかと、どこで勉強すればいいのかって言いますとですね、実を言うと、この仏教修学研究会の公式チャンネルの動画に全部載ってます。はい。これが全部載ってるんですよ。はい。階段の大本尊の自作である、日蓮本部寺院自作である、唯一一人結論創始の自作であると、この五条原始に載ってる偽書、それから歴代法師が作った贋作、僧侶の修行を信者に押し付けてるとかですね、高専力の内容は全く別物である。大石寺の興味権には多数派のパクリである。日蓮宗宗創価学会、検証会、昇進会の紛争は八百長やらせであると。大石寺の歴史は嘘だらけであるというのは、これ全部、この仏教修学研究会の動画に全部載っております。はい。で、これをじゃあどうやって、検索すればいいのかと、調べればいいのかっていうのを、これからご説明をさせていただきます。はい。それではですね、この日蓮宗宗系、日蓮宗宗創価学会、検証会、昇進会の教学上のどこを論破すればいいのか、ポイント10選の動画ですね、仏教修学研究会の公式チャンネルに載っているこれらの動画をどうやって見つければいいのかということでございます。まあ、これね、もう、動画一覧から、これ検索すると大変でございますね。はい、これが仏教修学研究会の公式チャンネルでございますね。はい。で、ここにですね、一番上の方に、ホーム、動画、再生リスト、コミュニティとかって、こういうふうに載ってますね。はい。で、まあ、これですね、これ動画っていうところから検索するとですね、もうこの動画の数がもう780を超えてます。まあ、これはどん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 増えていきますんで、この動画一覧からですね、検索すると、これ大変でございますね。はい。そうでなくて、こっから見つけるんじゃないんですよ。この隣のですね、この再生リストって書いてありますね。ここから見つけるんですよ。はい。で、まず、これスマートフォンでご覧になっている方が多いので、まずスマートフォンでどういうふうに見つけた方がいいかということを、これから解説していきたいと思います。で、この再生リストというところ。ここをタップしますね。はい。そうするとこうやって出てくるんですよ。はい。で、まずこの再生リスト。
まあ、最初に作成した再生リストってありますんで、これを下で全部 検索すると、再生リストも100超えてるんですよ。なので、これも いちいちこの再生リストの一覧から見つけると、これ大変なことになります。そうでなくてですね、この下にですね、セクションが別に分かれてます。もう再生リストの中にですね、セクションというのがありまして、このセクション別に分かれております。怪談の大本尊、一念本仏に唯一一人結脈僧正とかですね、次がアンチ創価学会、次がアンチ日蓮召集、次がアンチ検証会でしょ、カルト宗教取締法とか、日蓮召集系カルトからの脱出、次が大石寺日蓮召集系富士門流の歴史とか、次が一般仏教、仏教文化史、日蓮宗科学鑑定というセクション、次が仏教神学研究会行事回答業務回想録、こういうふうにですね、10個のセクションに分かれているわけです。で、この中の一番最初ですね、怪談の大本尊、日蓮本仏に唯一一人結脈僧正というセクションがあるんですよ。ここの再生リストの中にまず入っておりますね。この最初の怪談の大本尊、日蓮本仏に唯一一人結脈僧正というこのセクションのところですね。ここの下に矢印がついてますよね。ここをタップします。そうすると、だーっとこういうふうに、再生リストがいっぱい出てきますね。この再生リストですね、例えば一番最初に、二箇の僧正、日光跡成就寺、大石上水唯一一人結脈僧正という、こういう再生リストが出てきます。で、この再生リストをタップしますね。そうすると、この中に動画がバーッと入ってますね。この中に入ってるのがですね、この唯一一人結末僧正が戯作にあると、このテーマを取り上げた動画がダーッと入ってるわけです。次ですね、日蓮本仏院106箇所本人名称音楽で、日蓮本仏院戯作の真実という、こういう再生リストがありますね。で、ここをタップします。そうすると、こうやって日蓮本仏院が戯作であるということに関連する動画がここに入ってまして、この動画をからご覧いただけるということでございます。その次はですね、怪談の大本尊、大石寺旧世日中戯作の真実という、こういう再生リストがありますね。で、ここをタップしますね。そうすると、怪談の大本尊が日中の戯作であるということを取り上げたテーマの動画がダーッと出てきます。で、その時ですね、例えば、怪談の大本尊、戯作の真実、日蓮の造立ではないという、こういう再生リストがありますね。で、ここをタップすると、怪談の大本尊が日蓮の造立ではないというテーマの動画がですね、ダーッと出てきます。で、こういうふうにですね、この仏教神学研究会の公式チャンネルの動画ですね、怪談の大本尊、日蓮本仏で、結脈僧正が戯作であるという、このセクションに入っている再生リストからタップすると、この辺の動画が出てまいります。そして、この大石寺日蓮召集系富士門流の歴史という、このセクションの再生リストの中に、日蓮召集、創価学会、検証会の紛争は八百長やらせである、そして大石の歴史は嘘だらけであるという、この動画が出てまいります。これで、この再生リストの見つけ方がわからないという方のためにですね、この概要欄にその再生リストが出てくるリンクをですね、貼っておきますので、そちらからも入ることができます。従いまして、この日蓮召集系の教学のどこを論破すればいいのかと、10個のポイントはですね、この仏教神学研究会の動画をですね、もうすべて、チェックしていただければ、このね、日蓮召集系からの洗脳を脱出する、あるいは日蓮召集系の勧誘を撃退できるくらいの
経学は身につくことができるんです。はい。だから、本も資料も一切買う必要がない。お金はかからないんですよ。お金をかけずして、こういうポイントを身につけることができると。こういうことでございます。はい。で、じゃあ他にやってるんじゃないかという方がいらっしゃるかもしれませんが、こういう検証は仏教集学研究会でしかやってません。他ではやってません。はい。まあ、世界190何カ国で、その YouTube のチャンネルがですね、世界中にありますけれども、こういう検証をしているのは仏教集学研究会の公式チャンネルだけでございます。はい。なので、この仏教神学研究会の公式チャンネルの動画をですね、この10個のポイントの動画をチェックしていただければですね、お金を全くかけずして、この経学上の論破をするポイント10個のものを着実に身につけることができると。まあ、こういうことでございます。はい。というところでですね、今回の検証はですね、本も資料も全く買う必要がないと。日蓮宗宗家、日蓮宗宗創価学会、検証会、精進会の教学上のどこを論破すればいいとかのポイント10選を検証して参りました。はい。というところで、今回の動画の検証はですね、ここで、締めくくってみたいというふうに思います。はい。ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。